続いてはアイドルチャンスピックアップアーティスト、今週はスタジオにこの方たちが来てくれました。自己紹介お願いします。はい、せーの、ロビンタス、アイナイです。アイナイの田島翔吾です。佐野雄大です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、私たち会うの久しぶりですよね。そうですね。去年の稽古で私が MC して、はいはいはい、ステージで、はい、パフォーマンスさせてきました。懐かしい。懐かしいですね。もう1年経つんですね。めちゃくちゃ早いね。ね、やっぱ自己紹介するときラジオでもポーズをしてくださるんですね。これは欠かさずですね。お、絶対染みついてる。染みついてる。そうですね。はい。あとでも音楽番組で私たち一緒にはなってますけど、はい、会ってはないですよね。そうですね。なんかすれ違ったり、うん、挨拶したりぐらいですね。うん、ですね。はい、でも私よく見てました。あのワイプがすごい佐野さん面白い。見ないでください。結構メンバーの中でもなんかすごい人いるねみたいな話になってました。それは本当にありがとうございます。はい、これからも楽しみです。はい、さて INI の皆さんは今週の水曜日に4枚目のシングル「ドロップザット」をリリースしたということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、これドロップザットという曲が収録されているわけではないんですよね。はい、そうですね。あの4曲収録されてるんですけれども、はい、うんうん、はい、タイトル曲がファンファーレという曲で、うん、はい、この曲が初めてのロック調の、うん、曲になってまして、うん、結構激しい曲なんですけど、はい、叫ぶ部分が多いんですよ、この曲、はい、結構アドリブでわー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 叫ぶ部分が多いので、うん、やっててすごく楽しい曲なので皆さんにぜひ聴いていただきたいです、うん、ね、こちらの曲は先日行われた KCON JAPAN でも披露されてましたが、はい、こうファンの皆さんの反応どうでしたか？いや、この前の KCON、うん、めちゃくちゃ今まで僕たちヒップホップ調の楽曲が多かったんで、はい、なんか、うん、第2章の幕開けだみたいな感じで、はい、多分言ってもらえてたのかなと思って、うん、ここからどんどん新しい姿を見せていけたらなと思ってますね、はい、2度目の KCON JAPAN はどうでしたか？結構会場大きくなかったですか？大きかったですよね。うん、大きかったし、僕たちマニアックをカバーさせていただいたんですけど、見ました、あのストレイキッズのやつですね。はい、そうです、そうです、うん、見ました。すごく盛り上がりましたね、はい、あれ、はい、声出しありだったので、パフォーマンス中に歓声とかが途中で聞こえた時、ちょっと自分たちでも鳥肌立ちましたね、うん、嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しかったです。そうですよね。そして今回のジャケット写真は韓国で撮影されたそうですが、どうでしたか？そうです、韓国はやっぱり食べ物美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しいですね。何日ぐらいいたんですか？2週間ぐらいいたかな。1、2週間くらいいましたね、結構今回いた気がする。そうなんですね。それで Vlog とかも撮ったりして、はい、うん、今ちょっと続々公開 してるところなんですけど、僕と雄大めっちゃ面白いんで、そう、めちゃくちゃ行きたいところだけ行ったみたいな感じだったんで、本当に楽しみです、はい、雄大くんがめっちゃ面白いんで。あ、そうなんですね、はい、頑張ります。じゃあちょっとミニの皆さん行きたいということで、はい、もっとお話を聞きたいところですが、そちらの話はアフタートークの時にお話ししてもらえればと思います、はい、それでは INI のニューシングルドロップザットから1曲お届けしましょう。曲紹介お願いします。はい、皆さん楽しみながら聴いてください。 INI でファンファーレ、お送りしているのは INI でファンファーレです。このトークの続きは放送後の午後6時30分頃に配信となります。続きが気になるという方はぜひチェックお願いします。では佐野さんと田島さんからも一言ずつお願いします。はい、皆さんぜひオーディに遊びに来てください。絶対聞いてください。よろしくお願いします。はい、ということで INI の佐野雄大さんと田島翔吾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。